何しようかな。
どうした？これってひょっとして宝の地図ってやつかな。そうかも。確かに見た目がそれっぽい。宝の地図なんておとぎ話の中だけかと思ってたよ。本当に本物があるんだね。そりゃ誰かが宝を隠してメモ代わりに書き残せばそれは宝の地図だからね。いいよね、宝の地図って。ロマンと夢があって。あたし、こういうの大好き。まあ、地図も本物かどうかはわからないし、隠されてるものに価値があるとも限らないけどね。それを確かめるのも宝探しの醍醐味でしょ。早速出かけよう。どうしようかな。どこに？さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。おお、いいかと、おいいかと、おいいか、いい、どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。どこにしよう。よし。
に行くんだい？どこに行こうかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、どれにしようかな。何にしようか悩んじゃうな。とりあえず、なんか入れちゃおうか。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。どうしよう、どこ。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。うわ、いい感じかも。どれがいいか。これでいい。さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこ、何を入れるのがいいかな。いいもの、いいものできそう。どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、どれにしようかな。さあ何を入れよう。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。さあ何を入れよう。どれがいいかな。さあ何を入れよう。どれにしようかな。さあ何を入れよう。どれにしよう。これでうまくいくかな。やった、できた。どこにしよう。どこに入れようかな。どこに入れようかな。ど
にしよう。どこんちさ、何を入れよう。おお、いいか。おお、これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。どこんちさ、何を入れよう。いい、どれがいいかな。これでさあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。いいもの、できそうな予感。いいもの、できそう。いいか、いいか。どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。できた、バッチリ。ボス、あんたまたクラウディアにまで。これで全員勢ぞろいってわけか。お前たち最近は冒険ごっこに飽き足らず、流れ者とつるんで怪しい真似をしてるらしいな。うろちょろと御用聞きして回ってるってあちこちで聞いてるぞ。怪しい真似って何さ。錬金術よ、錬金術。言ったでしょ、もう構ってやる暇はないって。今さら物珍しいまじないに当てられて、ガキみたくはしゃぎ回ってるのが目障りなんだよ。誰がガキみてえだって。今さら？ボースこそランバー引き連れて気分はガキ大将？どっちが子供なのよ。こいつは剣の稽古相手だ。遊び歩いてるお前らとブルネン家の跡取りである俺を一緒にするな。どうしてそんなにライザたちを目の敵にするんですか。こいつら。こいつらいつまでもグズグズくすぶってくだらない夢ばかり語ってるくだらない奴らだ。俺は違う。俺はブルネン家の男として、勉学も剣の稽古も日々なすべきことをなしている。でもライザたちも今は。流れ者やお前という外からの刺激を受けて浮かれてるだけだ。ボス、てめえ昔馴染みだと思って我慢してやってりゃ付け上がりやがって。付け上がってるのはどっちだ。昨日今日でお前たちの何が変わるというんだ。いいわ、私たちの変わりようを
あんたにもわかるくらいしっかり見せつけてあげる。せめて旅商人が出ていくまでは飽きずに続けろよ。そいつとの付き合いが気まずくなるだろう。聞いたよね、みんな。やるわよ。ああ、俺たちのやってることが本気の本気だってボースの野郎に、村中に見せつけてやる。僕だって変わったつもりだからね。ボースの前じゃ怖くて言えないけど。もしかして以前はみんな仲が良かったのかな。あ、それはそうと、クラウディアたちは何してたの？あ、そうだったわ。ちょっと変なことになっちゃってたけど、もともとライザに話があったのよ。お父さんが次の課題を出すからお呼びしなさいって。待ってました。次は何かな。詳しくは聞いてないけど、私の家の近くで行うみたい。わかった。早速みんなで行ってみよう。こんにちは、ルベルトさん。モリッツさん？来たか、悪党どもめ。ブルネン家の人間を待たせるとは随分偉くなったものだな。悪党。モリッツさんにとって僕らはまだ遊び回ってた子供の頃のままなんだね。キッ、威張り腐りやがって。お父さん、次の課題の話だったんじゃ。どうしてモリッツさんが？うん、課題が村からの依頼にもなるためだ。あそこに山積みになった瓦礫があるだろう。言われてみれば、なんだかいろいろ置いてありますね。先日の地震で出た瓦礫が集められている。それ以外のものもいろいろあるようだが。初めはそんな量でもなかったのだが、ここに集めれば良いと思い込んだ連中が次々と捨てていきよってな。往来に支障が出て苦情も寄せられている。村の生活を守るこの私としても放ってはおけん。それで、って、もしかして。お前たち、最近なんとかという便利なものをやっとるんだろう。それで、ここをパパーッと片付けてくれ。なんとかじゃなくて、錬金術です。どうでもいいわい、そんなことは。それより、できるのかできんのか。そりゃやれと言われればやりますけど。頼りない返事だな。本当にこやつらに任せて大丈夫なのですかな、ルベルトさん。ええ、我が家の地下室で起きた水漏れも彼女の錬金術で解決しました。任せてみましょう。そこまで言われるのでしたら、お前たち、私の期待を裏切るなよ。別にそっちはどうでもいいけど。ま、
クラウディアのために頑張りますよ。水漏れの次は、いよいよ便利扱いになってきたね。なんだかごめんね。クラウディアのためだし、なんてことないって。それより、あの大量の瓦礫をどうするか。せめて小さければよそに運べるんだけどな。一つずつぶっ壊していくのも手間だし、どうしたもんか。ぶっ壊す？それだ！爆弾でまとめて壊しちゃおう！こんな感じでいいかな。よし、こいつを使ってコッパみじんにするよ。大丈夫かな。あ、いや、それが一番楽な方法だとは僕も思うけど。ライザは考えることが物騒というか大雑把というか、せめて失敗の巻き添えを食わないよう気をつけないとな。そこ！ごちゃごちゃうるさい！行くぞ。ほら、うまくいったでしょ？簡単じゃん。大惨事にならずに済んだか。ライザに使者上出来だな。どうしてそう回りくどい言い方するかな。素直に褒めなさいよね。何やらすごい音がしたが、これはどうですか。邪魔なガラクタがこの通り、綺麗さっぱり片付きましたよ。おお、多少焦げてはいるが、確かにやりおったな。見事だ、ライザリン・シュタウト君。二つ目の課題も合格だな。よかった。あ、でも二つ目って、まだ課題は終わりじゃないのね。親ってのは、そう簡単に子供を認めちゃくれないのさ。雨漏りの修理でも壁の塗り替えでも何でも来いって気分だね。ほう、錬金術というのはそういうのもできるのか。バカ、余計なこと言うな。本当にやらされるだろう。あっとだ。遠慮せず、何でも雑用受け付けたらどうだ。それで村の連中にいい顔もできるだろう。ボス、俺たちのやってることが雑用だってのか。片付けが雑用でなきゃ何なんだ。父さんにお前らを推薦したのは俺なんだぜ。少しは感謝してほしいな。お父さん、この課題ってそういうことなの？別に雑用でも構わないわよ。実際に役には立ってるんだし。むしろ私の錬金術のアピールにご協力ありがとうございますって感じ？ち、負け惜しみを。どっちが負け惜しみだよ。ざまあみろ。ん？
何がどういうことですかな、ルベルトさん。さて、子供同士の何ということのないじゃれ合いでしょう。ん？それでは我々も戻りますかな。お父さん？
やあ、せーの。せーの。よーいしょ。やあ、休んじゃおう。